東京都が決めたり国が決めても最終的には基礎自治体が自分たちでこの政策をやるって決めないと区民には届かない。すごい転職しまくってますよね。いろんな経験をしたからこそいろいろな考え方とか立場とか理解が進んでる部分はあるのかな。多様な人材が政治の世界議会に入ってくることってすごく重要で、ご自身のビジネス経験で例えば IT やられてれば行政の IT とかに突っ込んでいくっていうのも、そういう専門性を生かすっていうためにも議員を目指すっていうのも一つキャリアの選択肢として考えていただきたい。皆さんこんにちは。ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今日のゲストは品川区長の森澤京子さんです。佐々木さん、どんなこと聞いていきましょうか。はい、区はまあ行政単位としてまあ結構大きいというか、日本の場合まあ品川区だと予算がもう2000億円に迫るということで非常に大きいですし、そこからまあ草の根から変わってそれがまあ日本全体にどう波及するかということで、区でどういう変化が起きているのか、そこを今日聞いていきたいなというふうに思います。そうですね、はい、区長とか区って普段なかなか注目されないんですが、実は最近新しいタイプの区長さんがどんどん出てきているので、もしかしたらここから日本の政治とか日本社会が変わるかもしれないということで、9つの質問を通して区長から変わる日本について探っていきたいと思います。はい、では本日のゲストをお呼びしましょう。品川区長の森澤京子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森澤さん、区長やってどのぐらいですかね。もうすぐ4ヶ月ですね。もう慣れましたか。少しずつは慣れてきたんですけど、やっぱり1年間まずはこうやってみないと、議会の動きとかも含めて全てを把握するのは難しいなと思いながら。都議もやってたじゃないですか。そうですね、都議時代と区長っていうか、まあ、リーダーなんか違いありますかね。はい、もう全然違いますね。やりたいことできてますか。最初の予算でやっぱり公約に掲げていたことをこう盛り込むことができたりとか、まあ、そういった意味では良いスタートが切れてるかなというふうに思います。予算も一般会計2000億近くなんで、そうですね、結構大きいですよね。そうですね、今回過去最大ですね。はい、分かりました。その辺ちょっと聞いていきたいんですが、まずちょっとプロフィールで、はい、もともと1978年に神奈川県で生まれて、はい、で2002年に慶応大学を卒業して、最初日本テレビの記者だったんですね。はい、そうですね、はい、小泉純一郎さんの、はい、ちょうど郵政解散の時、2005年ぐらいの、はい、そうですそうです。その激動の政治を、はい、まあ、記者として見て、はい、でトレンダーズ、トレンダーズがあって森美、トレンダーズがあって森美ですね、はいはい、でシンガポールに行かれて、はい、でみんなのウェディングと、はい、スタートアップとかも経験したってことですね。そうです、みんなのウェディングの後にリブっていう女性の、はい、支援の会社だったので、うん、ベンチャー企業が3社はい、結構私転職してて、すごい転職してますね。シンガポールも移住までされたんですか。シンガポールは夫の留学と転職で、ちょうど子供が小さい生まれたばかりの時に行きまして、もうやっぱりシンガポールもすごい子育てしやすかったです。でまあいろいろと経験して、はい、その後都議に行くということで、はいはい、やっぱキャリアの中でそういう政治家って考えてたんですか。政治家を目指したきっかけでいうと、本当にシンガポールから戻ってきて子供が小さい中で再就職をしようと思った時に、子育てしながらだと仕事探すの難しい、こうフルタイム残業が前提みたいなところがあるので、というのとやっぱり保育園を探すのが難しいということを感じて、やっぱりこう政策決定の場に女性とか子育て世帯が少ないからこういう状況になってるのかなというふうに思ってたっていうのがきっかけではありますね。面白いですね。その後、まあ、都議を、まあ、2期目をやって、はい、で途中で品川区長選に出ると、はい、そうですね、で、まあ、再選挙があって結構話題になって、はい、2回目の選挙で勝ったということですね。そうですね、はい、今日はですねこの9つの質問を用意してまして、まずこのちょっと区長から変わる日本というのを聞いていきたいんですけども、はい、最近なんかどんどん新しい区長が出てるなっていうイメージがあって、ね、はい、杉並区とか、はい、そうですね、東京23区でいうと3人も女性がいたりとかして、はい、ね、何が起きてるんですかね。はい、本当に激動の時代じゃないです、まあ、コロナもあったし、そして今の世界情勢もありますし、すごくこの社会が変化していく中で住民の方々のニーズをこう一番感じ取るっていうのが基礎自治体、まあ、区もそうですけどだというふうに思っていて、そこのリーダーというところで有権者の方々もこう変化を望んだりとか、ちょっと新しい時代に向かっていこうっていうのが、まあ、直接やっぱり投票するので、そういったところで反映されやすい部分もあるのかなというふうには感じます。はい、
やっぱり身近なんですかね、区っていう行政単位の。そうですね、自分たちの住んでいる町のリーダーを決めるという意味ではやっぱ直接的に選ぶことができる、まあね、総理大臣やっぱり直接は選べないので、うん、そういう意味では身近に感じてもらえる部分っていうのはあるのかなと思います、うん、はい、うん、国政より若い方々の意見が、うん、反映しやすいところあるんですかね。こう私の選挙なんかは若い人たちがやっぱり投票するだけじゃなくて実際自分でも行動していかなきゃと思ってボランティアに参加してくれる20代とか大学生の方が多かったんですね、うん、なので若い人たちの方がそういう意識が高い部分はあるかなと思います。でも実際どこまで区長って決められるんですか。私の場合この子育ての3つの無償化ということで、まあ、保育料、給食、そして医療費というところで打ち出しましたけど、まあ、それを今回の予算編成でこう入れることができたりとか区民のニーズがあるところをこうスピード感を持って反映させることができるっていう意味では重要かなと思ってます、はい、東京都知事が決めたことじゃなくても品川区で独自でできたりとか。あ、そうですね、両方ありますね。東京都と連携してやる部分もありますし、うんうん、もちろん国が決めた制度や仕組みを使ってやる部分もありますけど、私が都議をやっていて感じていたのは、例えば東京都が決めたり国が決めても最終的には基礎自治体が自分たちでこの政策をやるって決めないと区民には届かない。そこの部分のもどかしさというのがあって、例えば東京都ですごく良い政策をやっててもそこの自治体でそれをやるかやらないかって決める、最終的には決めることになるので。なるほど、うん、そうか、じゃあ大きな単位で決めてもやっぱり最後の最後のラストワンマイルを持っている区がちゃんとしないと、そうですね、なかなか浸透しないってことですね。そうですね、そういう意味でまたその機動的にも動ける部分もありますから、うん、なかなかこう国政ってニュースにもなるし、はい、取り上げられやすいので注目されやすくて、逆に言うと地方の選挙って注目されにくいと思うんですけど、実はすごく自分の生活に一番影響がある大事なポイントなんだよっていうところは、うん、はい、政党の影響ってどれぐらい受けるんですか。今回無党派で出られましたよね。あ、そうですね、私は今回完全無所属で政党等や団体さん その推薦というのはない形で戦わせていただいて、まあ、本当に住民の方々が何を必要としているかということを、まあ、ストレートに反映ができるのかなと思っていますが、まあ、選挙は大変です全然読めなかったです。だから本当に最後の最後投票結果が出るまでわからない。そうすると選挙は大変ですけど、うん、通った後にあんまりしがらみなくやりやすいっていうのがメリットですか、ね、それはありますね。無党派層というのが増えてきて、そういう人たちにまあ共感してもらったりとかこっちの方向だって思ってもらえれば、特に都市部はやりやすい部分はもしかしたらあるのかもしれないです、まあ、ただ結果論として言えるだけで、そうですね、まあ、一方でもちろん議会の方々にちゃんと審議をしていただいて最後は決定いただく、議決いただく、なのでそこの関係性っていうのは、まあ、大事にしながらではありますが、はい、まあ、ちょっとそれでこのデジタル化の話を聞きたいんですよね、はい、まあ、区長になられてみて、はい、あ、これはちょっと変えなきゃいけないみたいなところってありましたか。中身を区長室からズームができないとかそう、 Wi-Fi がないとか、うん、都議会もその当初はやっぱりそこ Wi-Fi なかったりとか、まあ、そういうのもあったので、そういう意味ではちょっとやっぱり政治行政っていうのは若干そこが遅い部分があるかもしれないですね。デジタル化を進めていくということでは、区役所に来なくても行政手続きが進むようなオンライン化はどんどん進めていくということで今進めているっていうのが一つあります、うん、それは森沢さんどんどん変えていくんですか、それとも少しずつ、まあ、理解を得ながらゆっくり変えていくタイプですか。そうですね、デジタル化についてはもう方針としてそれ本当にできるところからやっていくっていうのがありますね、うん、あとはテレワークなんかもそんなに進んでいないので、その働き方としてのテレワークですね、そういったところはしっかり仕組みを作っていきたいなというふうに思っています、うんうん、森沢さんが区長になってなんか区の雰囲気って変わりましたか。今まで、職員出身の区長で16年間っていうのがあるので、外から来る区長というのは、まあ、
初めてっていう形になるので、民間出身の若干多分戸惑いみたいのはあったとは思うんですけど、今まさに本当にいろいろ話しながら、会議だったり打ち合わせだったり、さまざまな機会を通じてこう一緒にこう考えていくっていうのをまさに今やっている最中なのかなと思いますが、職員の方々に直接メールで何か意見があったらって教えてくださいとか、ちょっと来てもらって品川区もっと良くなるにはどうしたらいいと思いますかっていう話を直接聞いたりしていて、そういった中でやっぱりいろいろ意見は出てくるので、そういうのを実行して働きやすい職員の人たちがやっぱり力を発揮できる環境というのを作っていきたいなというふうに思います。今職員の人何人ぐらいでしたっけ？2700人です。大変その人たちをマネージしないといけない。そうですね、はい、なんでそういうマネージャー経験っていうのは、実はないんですよね、チームリーダーはあるんですけど、はい、私にとってもチャレンジではあるんで、リーダーシップの本とかいろいろそれこそ本当にこのナインクエスチョンズで、ピボット見てくれてるんですか？経営者の方のあの見て、なるほどこういう考え方をするんだっていうのを学んだりしてます。でもそこすごく大事なポイントだと私も思ってて、やっぱりビジネス的な考えがもっと政治に入ったり、逆もあってもいいなと思うんですよね。そうですね、職員から上がるとどうしても出世の街道を単に上がってるだけに見えるんですけど、外からやっぱり民間が来るとガラッと変えられたりとか、雰囲気とか仕事のスタイルを変えられると思うんですけど。そうですね、政治行政だけが答えを持っていない本当に時代なので、民間の方々、それは NPO とかいろんなこう知見を持っている企業の方々と一緒に社会地域の課題を解決していくっていうことが必要だと思っているので、私自身もそうですね、やっぱりどうしても区役所にずっといると視野が狭くなりがちなので、やっぱ外のいろんなこう視座を高くするためにいろんな人の意見を聞くとか、そういったこと交流をするとかっていうのもやっぱり大事にしていきたいなと思いますし、それは職員にもぜひそういうことを意識してもらえたらなって思ってます。はい、そうですよね。そういう意味では森澤さん自身もすごい経験があって、すごい転職しまくってますよね。しまくってますね、この日テレから、はい、ずっと、はい、これはどういう考えというか。そうですね、はい、日本テレビから一社スタートアップに行ってますけど、ベンチャー企業に行ってますけど、その時はやっぱり取材する側ではなくて、世の中に価値を提供する側になりたいなと思ってその転職したっていうのがあります。でそこからはその会社のビジョンとかに共感をして転職してますが、でも本当にそういうふうにいろんな経験をしたからこそ今の政治の世界で、人脈もそうですし、いろいろな考え方とか立場とかそういうことがやっぱり若干理解が進んでる部分もあるのかなというふうには思います。日テレ時代は国政を見てたわけじゃないですか。そうですね、はい、やっぱ全然違いますよね。違いますか。はい、それは日本テレビでそういうメディアとかこう記者さん側の視点を持ったり、森ビルでは広報で、街づくりっていうのもそうですし、広報っていう視点も学びましたし、あとスタートアップはやっぱり最初から割とこう営業から納品まで全部すべて自分でやるみたいな、そういう経験が自分の糧になってるかなというふうには思ってますね。最初で小泉首相の総理番やってみて、小泉さんって政治家としてどう思いました？評価しました？政治家としてはやっぱりパワフルというか、今考えると毎日ぶら下がりやるとか、もう本当に私が逆の立場っていうか、絶対毎日なんてぶら下がり、大変ですよね。いや大変で、国内の福祉、いろいろな話から外交までいろいろそのパッパッパって答えていくわけ。何でも聞かれるわけですよね。そうです、そうです。総理はね、当たり前ですけど、なのでそれに適宜答えていくってことだけでもすごいなと思いますし、マイクを持っている一人一人の記者の目を見てしっかり答えるとか、やっぱりすごいなというふうに思います。今の立場になって毎日メディアのその取材を受けるってすごいよなって思います。今小泉さんが現役バリバリだったら、どんなメディア戦略するんでしょうね。よかった今 YouTube とかこんだけ広がって。そうですよね。政治家の方の声ってなんか昔以上に聞こえなくなってきてる気もしてて。そうですか。区長さんの声って特に聞く機会がほぼないなと、
そうですね。なので私も今回就任してから毎月1回程度記者会見をするというふうに決めて、はい、YouTube 生配信を、今までもそういうことはなかったので、うん、再生数どれぐらいいってます？再生数多分全然いってません。そういうのが数万とか数十万いくいうふうになってくると、うん、なんか変わりそうですよね。そうですね、まあ、それ関心もやっぱり持っていただかないといけないし、こちら側も発信の仕方を工夫しなきゃいけないと思うんですけど、結構政治家って地方議員も含めて、うん、SNS 発信すごく頑張ってるんですよ、 YouTube も含めて。だけど関心を持っていただくのが難しいっていうのは実際ありますよね、うん、私も今回の選挙、その、ね、再選挙ということもあって比較的注目度が あったわけですけど、やっぱりその自分自身の YouTube とか全然ですもんね、再生回数とか。どうしたらいいですかね。こっちなんかすごいブルーオーシャンな気がしててすごいわかります。ネタとしてはね、すごく皆さん興味あるお話いっぱいお持ちだと思うんで、うん、そうですね。でそしてそこがやっぱり高まれば、民間ビジネス界と政治の世界がそこがもっと近づけばいいなっていうふうにはすごく思います。僕が企業といろいろ付き合ってなんかイベントしたりとかそういうのもありなんですか？ありますね、連携して。もちろんその契約の仕方とかちょっと若干ね、その配慮する必要はありますけど、人材としてやっぱり行ったり来たりするっていうのはまず大事かなと思っていて、民間でのさまざま経験がある人が政治の世界に行って、その政治の世界一定期間やってまた戻るとか、なんかどうしても一方通行になんか政治に行くともうそれで色がつくみたいななりますよね。そうなんで、だからそういう意識ももしかしたらみんな変えていかなきゃいけなくて、じゃないと政治が変わっていかない。もっと記者で終わりなんで、はい、品川区の有名な企業の社長とかにずっとインタビューしていくとかって。あ、そうですね、それいいですね。そうなんです、ソニーとかたくさんありますもんね。それ数万再生いくんじゃないですかね。わかりました。ありがとうございます。広報にそれ聞くの、でも何やってるか分かんないんですよね。本当区長さんって例えば何時に起きてるんですか？あの普通の会社員と同じぐらいですね、はいはい、私の場合子供をやっぱり送ってってっていう、送り出してっていうのがあるので、うん、議員もそうですけど、やっぱりそこが見えにくいっていうのは一つあるかもしれないですね。だから面白いコンテンツになると思うんですけどね。ちょっとそれと関係もあるんですけど、選挙の DX っていうのもあるんですけど、はい、ツイッターでもいろいろと選挙の様子とか発信していて、はい、まあ、今回長かったじゃないですか、再選挙だったので、はい、そうですね、なので少しあこういうもんだって割とみんな分かったと思うんですけど、うん、どうですか、選挙やってみて、あるいは都議選やってみて、はい、ここが日本の選挙なんかおかしいとか課題だってありますかね？まあ、でもだいぶやっぱりアナログですよね、うん、アナログですか？やっぱりそのチラシを配ってとか、その街頭で立ってっていうのが、まあ、ベースにはなっているし、街宣車をとにかく回すみたいな、テレワークしてる人が多くて、まあ、昼間街宣車が走っているとうるさいっていうのは、はい、あるので、これちょっと時代に合わなくなりつつあるんじゃないかなというのは感じます。ただそういう音が聞こえてくると、あ、選挙があるんだなって分かってもらえるっていうのもあるので、そうじゃなくて関心を持ってもらえればそんなにうるさいことにはならないんじゃないかなというふうに、アナウンス効果みたいなのもあるんですよね、選挙が近いっていう、ね、やっぱ相変わらずこういうスタイルじゃないですか。そうですね、せっかく次の世代が出てきてても、そうです、法律で決まってる部分も、街宣車とかね、そういうのはありますけど、はい、まあ、それなので YouTube で配信したりとか、もうインスタライブで中継したりとかはしてましたけど、まあ、だから工夫は必要ですよね、こういうところにね、いろんな人が出たり入ったりした方がいいと思うんですけど、そうですね、選挙はなんか全然変わんないですもんね。まあ、ネット選挙が出てきて少しはやりやすくなってると思うんですけど、そうですね、うん、まあ、選挙期間中に会える人数なんてすごい限られてるわけですよ。街に立っていて、そこの前を通る人たちとか、うん、まあ、聞きに来てくれる人もすごく少ないじゃないですか。ただ SNS は本当に、ね、お家にいる人も外に出られない人にも本来は届くはずなので、すごく SNS をもっと活用できたらいいなと思いますね。でもどうしても投票率が低いのは、それはすごく私もちょっとやっぱり課題としては感じますね。区長って多選の方が多いイメージなんですけど、そうですね、例えば品川も森沢さんの前って 4期連続の方でしたよね。そうですそうです、今私港区住んでますけど、港区も4期連続だったかな。そうですね、そうですね、これ多選が多いのも、投票率が低いんで、現職がそのまま勝っちゃうケースが多いからなんですか？そうですね、現職の方がやっぱり強い場合が多いですよね。で、候補現職がやっぱ強いっていうのが分かってると、なかなか候補者も出にくいみたいのは実際ありますよね。確かに、区長に限らずやっぱ地方自治体の首長も本当多選多いですもんね。そうですね、
なので、あの、私に対してもそうですけど、やっぱり選挙はスタートなので、そこからどういう癖をやってる、どういう政治をやってるのかっていうのを有権者の方に関心を持ち続けてもらうっていうこともすごく必要にはなってきますので、この政治家側とかその区側のやっぱり発信っていうのももっと考えていかなきゃいけないなって思ってます。区長もなんかもう3期ぐらいで禁止したらどうしたらいいんですか、大統領みたいな、全然違うみたいになってますけど、でもそうだと思います。やっぱりその時代の変化とかそういうのに対応して、今特にさらに時代スピード感がすごい、もう短いじゃないですか、スパンが。私も長くできる気がしないですもんね、やっぱ自分の感覚とかそういうものをこうずっとアップデートし続けていって、自分の過去やったことを否定しなくてはいけない場合もあるわけじゃないですか。なんかそれをだから長く続けちゃうと、それがしづらくなっちゃうんじゃないかなっていうのもすごく思ったりもします。でもやっぱりそういうアップデートって大事じゃないですか。例えば今チャット GPT とか、はい、そうですね、品川区の中でどのぐらい話題になってますか。この前議会では、はい、委員会では出てましたね、はい、ただやっぱりどうやって活用していくのかっていうのは、多分これから本当に研究課題ではありますよね、まあ、年齢ではないんですけど、やっぱりそこに何期も勤めた区長さんが言ったら、その情報が入ってこなくなっちゃいますよね、はい、感覚的に分かるとかってすごく大事かなと思っていて、それこそ今うちの子供とか、あの小学生ですけど、もうなんか動画とかささって作っちゃうんですよね、写真とか組み合わせて、でそういうことができる人たちと、やっぱり私たちの世代ももはやもうだいぶデジタルについての感覚的な違いもありますし、私も気をつけなきゃいけないなって思います。自分がそのちょっとこう感覚が鈍ってるなっていう時にちゃんと弾けるっていう考えを持ってなきゃいけないなって思います、子供の話が出たんですけど、はい、あの施政方針演説を読んでても、はい、やっぱり教育のところとか子育て支援って大きく書いてたじゃないですか、そうですね、はい、それで我々とか 3,40 代世代が一番興味あるのはやっぱり子育てと教育だと思うんですよ。そうですね、で品川っていろいろ改革、教育改革って先陣切ってやってきた区ですよね。そうですね、教育どう見てますか。不登校であったり、いじめであったり、あるいは発達障害であったり、特別な支援が必要なお子さんが増えてたりとかっていう意味で、学校とか児童生徒取り巻く環境ってすごく複雑化してるんですよね。だから本当に学校だけで解決できないっていう課題も増えてるので、福祉の分野とか、あるいは地域外部の方の力を借りるとか、そういったことがさらに重要になってくると思いますし、それこそデジタル化、一人一台端末はあるけれども、じゃあそれをうまく活用できてるかっていうと、まだまだあのいろいろやっていかなきゃいけないことってあって、個別最適化された学びっていうところをどうやって実現していくのか、端末があっても一斉授業みたいな感じになってしまってる部分もあるので、そこをどうまさにアップデートしていくかっていうのはすごく重要かなと思ってます、在宅教育の支援とかも書かれてましたよね、そうですね、あの本当に不登校でオンラインだったら参加できるとか、そういったこともありますので、しっかりそのオンラインで受けたことがあのしっかりこうちゃんとつながっていくっていうようなこととか、あと多様な学びですよね、フリースクールとかも含めて学校に行けなくても学びが保障されるっていう、その機会が保障されるっていうことをしっかり取り組んでいくことが必要かなって思います。教育変えるのって一番難しそうですけど、区長が動いたとして教育委員会とかいろんなところと連携しながらやっていくんですか。そうですね、 あと本当に現場の学校の先生、校長先生とかっていうのをご理解を得ながらやっていくことがあの必要だというふうに思います。そこら辺の政策は皆さん興味ある気がしますけどね。そうですよね、あの私が一つ、やっぱりこの区長というところに挑戦したというところっていうのは、子育て世代とか現役世代がやっぱりこういう地域の、 あのイニシアチブを取っていくことで、この日本とか、地域とか社会とかをやっぱり変えていくことが必要じゃないかというふうに思ったのもあるんですね。だから現役世代がしっかりこの政治行政でこうリーダーシップを発揮していくことで、地域社会日本を変えていけるんじゃないかって思ったところがすごくあります、はい、今回いろんな無償化も打ち出されてましたけど、はい、区が決断すれば結構そういう政策ってすぐ実行できるわけですね、はい、自治体によってはその財源の課題とかっていうのもあるので、そういったことをクリアしていく必要はありますけど、大胆なあの判断っていうのも、はい、なんで今までできなかったんですか。そうですね、それはでもやっぱりそれは首長の持っているさまざまな考え方とか価値観とかにもよりますし、じゃあ有権者の人たちがそういう人を選どういう人を選ぶかっていうのは、どういう政策を実行してくれる候補者なのかっていうのを見極めた上で投票するっていうのがすごく
そうですね、大事ですね、うん、区長次第でそこが変わるっていう情報さえ持ってれば皆さん、そうですね、結構意思決定する気がしますね。そうです、自分たちの生活、うん、本当に地域社会にすごく密接に関わっていて、そこが変わっていく可能性があるというところはすごく、はい、意識してもらえたらと思います、うん、森澤さんは区長になって30代40代、まあ、これピボット見てる人もそういう世代多いんですけど、区に参加したいと思い始めてますか、それでもやっぱりまだちょっと忙しくてまだ政治はちょっとみたいな雰囲気。それで言うと、はい、やっぱり選挙の時は多分変えようっていうモチベーション、あの同世代も集まってきてくださったのもあるんですけど、やっぱり実際のこの区政の運営ってなった時にやっぱりなかなか 3,40 代がこう参画するっていうことっていうのは機会がないので、そこをどうやって作っていくかって、海外とかだとデジタルでこう住民が参加できるこう政策提案をしたりとか、割と日頃から意見が言えるみたいな、そういうプラットフォームができていたりするので、おそらくそういうことを整備していくことで、いろんなその忙しい人たちも行政に参画できる、政治に参画できるっていうような環境を今後整えていく必要があるんじゃないかなというふうには思います。いや、すごい関心あると思うんですよね、うん、この辺みんな30代40代いつも悩んでるところで何とかしなきゃいけないっていう、そうですね、でどうせ政治は何もやってくれないから、じゃあ自分たちで何とかしなきゃいけないみたいな雰囲気が今広がってる気がするんですよ。そうですね、うん、だそれを本当に民間でこう課題解決していくために、それをビジネスっていうのも一つですし、はい、たくさんそういうスタートアップ出てきますよね。そうです、それ一方でその制度とか仕組みとか、あるいは公的なあの枠組みが必要だねってなった時に、やっぱり行政政治がこう出てくる番なの で、そこから連携してやっぱりやっていくことが必要かなって思います、うん、でも本当政治家っていう選択肢という質問もあるんですけど、はい、やっぱりもっと増えてほしいですけどね。あの時代の変化とか、その皆さんのニーズがすごく多様化しているので、そういった意味では本当に多様な人材が政治の世界、議会に入ってくることってすごく重要で、政治とか行政が気づかない視点をいろんな角度からこうチェックをして、より良い街、より良い政策を作っていくっていう意味では、本当にたくさんのいろんな人に入っていただきたいなと思います。うん、区議っていうのは副業でできるんでしたっけ。都議もそうですけど、お仕事持ってる方、経営者の方とか、お医者さんの方とか、弁護士さんとか、それももっともしかしたら広まったらいいのかもしれないですね。そうですよね、なんか専業みたいなイメージありますもんね。だから独立されてる方とかは比較的ご自身のビジネス経験で、例えば IT やられてれば行政の IT とかに突っ込んでいくっていうのもあのできると思うので、そういう専門性を生かすっていうためにも議員を目指すっていうのも一つキャリアの選択肢として考えていただきたいっていうのはありますね。ちょっと次、まあ、日本の壁とジェンダー、はい、まあ、まとめて聞いちゃうんですけど、はい、森澤さんはもともと大学時代、はい、あの論文でもう少子化のことを語ってたりと、かなりもう当時だから2002年ぐらいから20年ちょっと前で、少子化を通して考えるこれからの日本の在り方っていうのを書いていて、それを最近読み返して驚いたんですけど、全然日本が変わっていないということに少子化が進行した要因は、さまざまな生きづらさが要因としてあるとか、国やその地域が子育てをしっかりと支えていくことが必要だっていうことをあの書いているんですけど、まさにそれ今回の選挙でも訴えていることですし、今政策としてもあの進めていることなんですけど、この20年ちょっと動いてなかったっていうのは結構衝撃でした。でジェンダーギャップもずっと低いままなので、あの結構選挙の時も含めて政治活動も含めて大学生20代の子たちが手伝ってくれたりしましたけど、この子たちにこの今の状況をこのままバトンタッチしてはいけないなっていうすごい思いが、この私たちの世代で変えなきゃいけないっていう思いはすごく強く持っています。なるほど。どうして日本って女性の政治家少ないんですか。少しずつ地方では地方議会は増えてきてるなというふうに思っていて、でおそらく地方議会で増えていけばまたその国政へっていうのもあると思うので、女性自身もこうチャレンジをしていくっていうところの、女性をエンパワーメントしていくっていうことも必要だと思いますし、あとはねやっぱりクォーター制みたいなものである程度ちょっと強制力を持ってやらないと、現職の方もいる中で交代が起きないんですよね。企業だとやっぱり利益とか時代の状況に合わせて会社が変わらなきゃいけないみたいな、そうですね、業績が多分外的要因で、嫌でも変わらなきゃいけないですよね。そうなんですよね、うん、でまあ、なかなか政治家って多分そこの部分が見えにくいというか、交代するっていうモチベーションっていうか、なんですか、インセンティブというか、なかなか働きづらいところもあるので、そうするとやっぱ今男性の政治家が多いので、
新たにそのポジションが開かないっていうのはありますよね、うんうん、今品川区の職員の方と区議の方の男女比ってどんな感じですか、うん、そんなに多くないですね。あの管理職でもやっぱり2割とか、まあ、そういう感じではあるのでそこは増やしていきたいなというふうに思ってますが、やっぱりその女性自身も自分がこうできるとかそこにチャレンジするっていう思いを持ってもらうことっていうのも一つ必要だと思いますし、あの今の上の幹部の人たちが女性にしっかりとこの経験とか機会をチャレンジしてみようよってこう本当にエンパワーメントしていく励ましていくみたいなこともまだまだこれから課題は出てくるかもしれませんけど、そういうことは感じますね。クオータ制って区独自として何か入れることって可能なんですか？あのこれ東京都があのやりましたけど、さまざまな審議会そういうのをやっぱり少なくとも男女半々にするとか、東京都は4割以上どちらかの制こう偏らないようにそのするっていうのをあの決めてるんですけど、そういう審議会とかそういう有識者会議とかそういうのにしっかり女性を入れていくっていうのは今も私も新しい会議体を作るときはそういう話をあのしています。今回あの初めての女性の、まあ、品川区では女性の区長という形になりましたけど、うん、私の前に杉並があって、はい、あなんか女性区長っていうのもありなんだみたいなのがやっぱりあって、でそこから品川にも、まあ、そういうなんとなくの雰囲気っていうのもあったというふうに思っていて、そうやってこう少しずつ出てくることで、あうちの地域でもそれはありなんじゃないかって思ってもらって意識が変わっていくっていう部分もあるかなというふうに思います。うん、その意味で都知事が小池さんというのは大きいんですか？大きいです。それはすごく大きいと思います。東京都はその女性のリーダーとして先駆的にこうすごく切り開いてくださった部分ってすごく大きいと思います。うん、私議会答弁とか自分が都議として小池知事のものを見てたりとか、さまざま記者会見の質疑応答とかもいろいろこう見ていたので、身についてるとまでは言わないですけど、やっぱり参考にする部分っていうかすごく見習ってる部分はありますね。はい、森下さんはどんなリーダーになりたいんですか？私はこうこちらみたいな感じでこう引っ張っていくタイプではないのかなというふうに思っていて、今で言えば職員の人たち一人一人が自分の個性とか持ってる能力を遺憾なく発揮できる、そこを引き出してでそれを力にしていくっていうようなリーダーになりたいなというふうには思ってます。またチームの力を最大化していく、なるほど、そのために何が自分ができるのかなっていうことを考えていきたいというふうに思ってます。入ってみて、はい、結構隠れた才能みたいな人っていました？区の職員さんでいますよね。あのまだもちろん全ての人と話せていないですけど、すごく思いを持っていて自分で学んだりとか、あるいは外でいろいろ活動しているのを歓迎してたりとか、こうしていきたいっていうのを持ってる人たちがいるので、そういうものを本当に発揮して品川区が発展させる、進化発展していくためにその力をどうやったら伸ばしていけるのか考えていきたいなというふうには思ってます。うまそうですね、モチベーション上げるの。これからですね。これからで次ちょっと怒りっていう質問があるんですけど、今怒ってることってありますか？怒ってることはさっきお話ししたあれですね、はい、20年前から変わってないなっていうのは、まだまだジェンダーギャップっていうのはやっぱりもうずっと言われ続けて、毎回なんかジェンダーギャップも毎回ランクが低いですねみたいな感じで、こう悲しい思いで毎年終わるっていう、それを早く断ち切りたいって思います。ここを見てても結構公共セクターからそういうジェンダーギャップの解消って進んだとこあるじゃないですか。あそうですね、公務員の方で。あそうですね、そうですね、そうした方が早い気がしますけどね。そうですね、あのなので両方ですよね、まあ、民間企業もそうですし、行政分野もやっぱりそこの意識っていうのも持っていかないと、やっぱり企業の方がいろいろこう海外の投資家の方々がちゃんと役員に女性を入れないと投資しませんみたいな、やっぱり外的な圧力あるじゃないですか。じゃあ政治の世界にそれがあるかっていうと、まあ有権者の人が多分プレッシャーをかけていくしかなくて、女性比率が高くない政党はちょっとどうなんでしょうっていう問題提起をしていくとか、まあ多分そういうことも必要なのかなっていうね。もう行政はそこはやっぱりあの首長の意識っていうのは重要だと思います。区長候補同士の討論とかあるんですか？今回でです品川区では、公開討論会をみんなでなんかワイワイしながら見ようみたいな会があったんですよね、民間の団体の方が、まあ、そういう形でアメリカとかだとこう大統領選挙の討論会をバーでみんなでこう盛り上がりますよね、見ながら見るみたいな話あるじゃない、うん、
まあ、そういう形に多分政治がもうちょっと身近になれば、ね、もっと関心を持ってもらえるかもしれないかなと思います、ね、うん、すごい細かいマニアックなネタとかも出していったら面白いと思うんですよ、うん、そうですね、あそこの公園のあそこにちょっとゴミがいっぱい多いんですけど、はい、あれどうなってるんですか、はい、本当にそれが変わったりしたら あそうだみたいになると思うんですよね。そういう部分っていうのは結構あるんですよね、うん、例えば区に伝えてもらうこともそうですし、例えば区議さんにそういうことを伝えると、うん、意見を言って変わるっていう経験をしていただくと、うん、自分の一声で変わるんだみたいなことを実感していただく部分もあると思いますね、うん、だからまず何か気になることがあったら生活課題で行政に行ってみたり、あるいは本当に身近な地元の議員さんに働きかけてみるとか、うん、そういうのもありますし、うん、選挙でいやどの議員もちょっと自分は候補違うなと思ったら自分が出るっていう選択肢を考えてもらうっていうのが必要かなって思います、うんうん、いい意味でちょっとエンタメ化していった方がいいですね。いやと思いますね、はい、でもさっきの審議会にいろんな人入れるってすごいいいと思いますけど、ね、まあ、女性とかいろんな人入ってそこからリーダーが生まれて、ね、年代もそうですよね、はい、あの大学生とか、生とか、はい、本当に若い人も含めて、そうするとそこで成人教育があって、うん、じゃあ自分も出ようってなったりとか、あ、そうですそうです。ということでラストクエスチョンズ、10年後ですけど、はい、まあ、森澤さんの10年後、品川区の10年後どうなってますでしょうか、はい、やっぱりこの地域から、うん、地方から日本の社会がより良い方向に変わっていって、多様な価値観が尊重されて生きづらい人が少しでも減るといいなというふうに思っています、うんうん、新時代の品川って一言で言うとどんな感じの品川なんですか？誰もが生きがいを感じて自分らしく暮らしていける、本当に一人一人が持っている個性であったり特性であったりな、そういったものを発揮できれば、おのずと地域とか社会って元気になっていくというふうに思っているので、うん、そこをやっていきたいなと思っています。やっぱりこの自分の好きなことであったり自分が得意なことで力を発揮できたり仕事をできた方が多分一番力が出ていくので、それって結果として社会にも良い影響を与えるよねっていうのが、まあ、根本にはありますね、うんうん、質問9つ終わりましたので内定者ここで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日のナインクエスチョンズは品川区長の森澤恭子さんでしたけど、どうでしたか？やっぱ政治の進化の歴史ってメディアの進化の歴史とほぼダブっていて、まあ、よくも悪くもトランプさんがああいう形でツイッターを使って政治の形変えてきましたけど、はい、そういう感じでなんか新しいメディアをうまく使っていくっていう視点があった方が政治がより早く変わっていくんじゃないかなって気がしましたね。確かに森澤さん YouTube ちょっとやる気になってたと思うんですけど、ね、もしくはあの元日経テレ東大の高橋さんがやってるリハックでなんか区長選とかやったらですね、確かに高橋さんが盛り上げてくれるんじゃないかなと、はい、そこはピボットじゃなく高橋さんがお任せしてやっても面白いかなと。ちょっと連絡しますか。はい、ありがとうございます。はい、ということでビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。